皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。本日はベル&ロス BR0392 ブラックマットの実機レビューをお送りしていきます。ベル&ロスは1994年にパリで創立された時計ブランド。ドイツで時計製造を学んだ後、現在の拠点はスイスへ。航空機のコックピットクロックを模した四角と丸を掛け合わせたデザインは唯一無二のアイコンとなっています。 BR03 は2006年に発売されたコレクション。初作である BR01 をサイズダウンし、ブランドの世界観をより身近に楽しめるモデルとして誕生。初期はステンレスシール製のみの展開でしたが、2014年よりセラミック製のバリエーションが追加されました。今回ご紹介するのは2023年に廃盤になった 42mm サイズの旧型、レタ社製ムーブメント搭載時代の個体です。ブランドを代表するモデル、ブラックセラミックの03。はっきりと読みやすい文字盤、そして現行モデルより1ミリ大きいサイズ感にもぜひ注目してご覧ください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、では早速機能面から見ていきます。基本機能はセンターに時分秒の三振、4時半位置の小さな丸窓に日付表示、リューズでの操作は長針の調整と日付のクイックチェンジが可能です。搭載される機械は BR キャリバー302、ムーブメント専門メーカーエタ社製の三振デイトムーブメントエタ 2892A2 を独自にアレンジしたもの。毎時振動数は 28,800、 パワーリザーブは42時間です。操作感は汎用機らしく非常に素直。メタベースの機械は長年蓄積されたデータと交換パーツの多さからメンテナンス性に優れることも大きなメリット。メンテナンス費用が高額になりにくいことも嬉しいですね。リューズにはスクリューロック等ついていませんが、 100m の防水性能を有しています。続いて外装デザインです。ケースはセラミック製、サイズは 42mm 幅、ベゼルを含まないケースのみの厚みで 10.5mm。 リューズにはブランドロゴの一部ハンドマークが刻印。操作しやすいようリューズの外周にはローレット加工が施されています。ミドルケースが分厚く、裏蓋はミドルケースに食い込む形ではめ込まれ、フェイス側同様に4つのビスで留められています。硬いセラミックに刻まれたスペックや素材等のテキストもかっこいいですね。ラグは 4.5mm 幅と太くたくましい設計、ベルト方向への長さはかなり短く、かつ手首側に角度がつけられているため 42mm 角というケースサイズの割にすっきりとした印象です。ストラップは標準ですと BR と刻まれたブラックラバーが装備されていますが、この個体はパンチングレザーに変更されています。ベル&ロスは替えのストラップが豊富で、かつそれぞれが良心的な価格で買い足せることも嬉しい。季節や気分で変えて楽しめるのがいいですね。続いてフェイスデザインです。インデックスは非常に大きく読みやすい3、6、9、12のアラビア数字。このバリエーションはミニッツマーカーもあり、1秒単位での高い視認性、判読性を有しています。反射防止が施された風防とマットな質感のブラック文字盤で、日中のギラギラ太陽の下でも読みやすい。動きの中で一瞬の確認でも時間が読めてしまうデザインはさすがミリタリースペック。アラビア数字および5分単位のマーカー、そして長針短針にたっぷりと夜光が塗られているため、夜間の視認性もご覧の通り、暗闇で見るのも楽しい時計です。そして恒例のリストショットです。手首周り 16.5cm、 幅 5.4cm の場合、大ぶりな時計ですが短いラグのおかげで着用感は非常に良好。ブラックの四角効果で締まって見えることもポイント。ただしセラミックだからといって特別軽いわけではありません。しっかり重いのでその点はご注意ください。デザインも大きさも癖がある時計なので、良い意味で着用者の個性が問われることも楽しい。この時計をどう付けこなそうか考えるだけで楽しくなります。デザイナーさんであったり、クリエイターさんであったり、何か表現することをお仕事にされている方であれば、ビジネスシーンでも活躍してくれることでしょう。ここではジャケットスタイルに合わせていますが、本来はミリタリーウォッチなので、フライトジャケットやライダースの方がぴったりはまるでしょうね。夏はシンプルな半袖無地 T シャツにこれ1本足すだけで、おしゃれ度が一気に増します。以上、本日はベル&ロス BR0392 ブラックマットの実機レビューをお届けいたしました。こちら廃盤モデルにつき、現在は中古市場でのみ探すことが可能ですが、ほぼ出回っておらず、モデルチェンジ後の 41mm サイズであれば正規新品での購入が可能ですから、まずはそちらからご覧いただければと思います。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。